こんにちは、しょうゆです。できる入試演習の極限の方をのイントロダクションを始めたいと思います。まず極限なんですけれども、数三の内容で少し難しい内容になってきます。で、問題は今回は、3つを選んでいます。で、まずもういきなり授業の紹介から入っていきたいと思います。第1回なんですけど、いきなりちょっと問題をやる前に区分、すいません、噛みました。区分解析っていうやつをちょっと説明をしたいと思います。下の3個の問題にほぼ各、全部に確か出てくるものなんですけれども、意外と苦手としている人が多くて、問題解いた時に、解けなくなってしまったりとか、やり方が分かんない、また式の変形をしてたらなんかできなくなっちゃったなんていうことが結構あるものです。で、見た目が結構ぐちゃぐちゃしているので、極限 と、シグマ記号が混ざってくる問題になってしまうので、その辺の、復習も兼ねてちょっとやりたいと思います。で、次に、もう2回目から問題に入っていきます。まず青山学院大学2009年度、理工学部の資格4番これですをやります。この問題はそんなに難しい問題ではないので、まあパパッと解いて、まあ、もちろん一番最初に区分解析を説明しているので、もちろんそれを使いながら、もうどんどん解ければなと思います。で、次に早稲田大学2005年理工学部、この時ちょっとまだ機械工学科という学科だったので、今とはちょっと違いますけど、その学科の、資格3番の問題です。で、この問題なんですけど、直接極限をやるだけではちょっと解けない問題になっています。なんで、青山学院大学の問題から比べると少し難しい問題になります。まあ、解けなくてもそんなに今度は気にする必要がない問題です。で、最後に、東京大学2006年理系、資格5番ですね。はい、この問題なんですけど、これはかなり骨が折れる問題です。1番はそんなに難しくないんですけども、括弧にあたりから少し難しくなってきます。で、これはもう、結構これ解ければ極限は、で区分解析というこれですね、もうこれに関してはそんなに、もう問題がないかなと思いますので、正直解けてしまったらあんまりこの授業は聞く必要はないと思います。で、もう授業の受け方なんですけれども、この3問についてを、まあ、80分という時間の中で一応解いてください。で、解けなくても大丈夫です。分かるように説明をします。で、まあ、大体時間配分としてはもうこれ10分くらいで、これ20分くらいで、で残りの時間を全部かけるみたいな感じの時間配分でもいいと思います。まあ、東大の問題は30分から40分かかってもおかしくない問題だと思いますので、そのように考えておいてください。で、問題なんですけれども、資料の方からアップしたいと思っています。で、今回、これを受ける対象の人なんですけれども、数三詞をやっている人で、極限の方の実力をつけたい人、ないしは理解を底上げしたい人、まあ、区分解析を今回はかなり多く扱っていますので、そっちの方がわからない人などもいいと思います。で、区分解析がわからない人は最初にまず1回目の授業だけ受けていただいて、でその後この問題を解いてもらえればいいと思います。で、最初の区分解析なんですけれども、かなり細かく説明するつもりでいますので、しつこい説明になってしまったりするかもしれませんので、ご了承ください。で、もう区分解析分かっていますという人はあんまり見ても意味がない講義になってしまいますので、その人は、問題演習の方から、多分第2回になると思いますけれども、そちらの方から見てください。よろしくお願いします。以上です。